シームズ。車高を上げて衛星だね。結構アップグレードの道具がね、海から取れるので、それは楽でいいね。軽食じゃ今回はシリアルにしとこうかな。よし。で、お風呂で、罠。まだいいね。じゃここに乗っかって、乗りまして、そこでちょっと釣りをしましょうか。あそこの魚の群れのところで。群れのところでやりたいんですけれども、乗ってください。誕生日ですね。お祝いしたいけど、ケーキ作れないんで、機嫌悪くならないといいんだけどな。なっちゃうかな。そしたら釣りが、動いてる？動いてないよね。これに？乗る。ただ乗ってください。ただ乗ってもらって、どっか行くけど、浅すぎるかな。ただ乗ってもらったら、これで、動いてる？どういうこと？どういうことだろう？じゃ、ちょっと走ってみる？ちょっと走ってみて。なんかダメ。ここじゃ釣りができないみたい。ここじゃ釣りができない。120。いいね。よし、頑張りましょう。で、これで、ちょっと沖の方に行ってもらいまして、超ひらめき。はい、ストップ。ここで？これどうやって船止めるの？くつろぐにすればいいのかな？ちょ、ストップ。ストップして。ここでくつろぐにすれば、寝てんだけど。あ、できたできた。くつろぐにしてから、こうすれば釣りができるのかな？いいね。難しいな。初めて持ってますからさ、この船。まだ操作がね、いまいちわかんないんですけど。あ！一瞬自分のと間違えてしまった方の船がありますが、アップグレードはできないっぽいね。さあ、ガンガン釣って。小魚ちゃん釣っちゃって。お金稼いでワンちゃんを引き取るから。お金稼いでー。8円か。安いなー。191円。いいね。まあ、海で釣る意味がな、ちょっとよくわかんないんだけど、なんかもうちょっとさ、違うものとか釣れるのかなと思ってたんですけど、まあ、私の場所取り？位置取りも悪いのかもしれないけどね。自信がある。いいことですね。こういうところに乗っかって釣りはできないのかな？ダイビングだもんな。ダイビングとかする場所の方がさ、いい魚釣れそうなイメージあるんですけどね。私、ダイビングしたことないからわかんないんだけど。いいとこシュノーケリング？そこまでのあれしかないのでね。そうしましたらば、まあ、軽食にしておきまして、ソーダ飲んで、ソーダを飲んで、あ、またトイレですね。トイレ。トイレ行きまして、トイレに向かってる間に、膀胱にトイレ溜まりそうだよね。持ってたの？あら、ここで飲んでんだ。ここで飲んでるわけではなく。疲れちゃってるね。ジュース飲んだらば、トイレ行ってもらって、寝ていただきたいんだけど、回復は、まあしてるけど、トイレ行ってないね、またね。謎のトイレに行かない的な、よくわからない。トイレに行かない的な。で、寝るにしとくかな。これいいんじゃない？まあ、お腹はあまり回復してませんけども。まあ、一応行ってくれたんでよしとしましょう。よし。ナンパ船に引っ越したらこの話終わりますので。ワンちゃんもね、家族に迎えたいんですが、ナンパ船が確か2万4000円ぐらいまで頑張って下げたのかな。すごい狭くなってるんですけど、物も少ないしね。でもまあ、魚釣りだとやっぱこのぐらいが、ベストかなってちょっとやってて思いますね。最初の4万円とかだったら、本当にその釣り狙いというよりも、ブーグル人形狙いみたいになっちゃうからさ。ちょっとなんかまた目的がね、変わってきちゃうかなと思うので、まあ、このぐらいの釣りの、あれでいいんじゃないかな。釣りをしましょう。
で、2万3000円、2万2000円ぐらいでもいいけど、そのぐらい貯まったらちょっとそこまでやっちゃって、そしたらまた差が、すいません、むせました。ごめんなさい。そこまで行ったらまた、ワンちゃんのところに行ってね、酒場に行って、ワンちゃんをね、ちょっと、家族に迎えたいなと思うんですけれども、まあ、誕生日やった、今待ってるのが、この誕生日やった時に、やってくるであろう、その落ち込みね、それがどこまで彼に影響を与えるかがちょっと不安だね。人と関わること好きじゃない系にはしてはいるんですけれども、これ何？ちょっと待って。デジタルスケッチブック。誰だね、捨ててんのは海に、物を。絶対捨ててますね、誰か。指。指？人間の指かな。まあ、売っちゃおう。140円。いいね。売りまして、まあ、貝も売ります。カウブラントベリー。不思議な。植えられるんだって、ちょっと持っててみよう。こんだけ売りましょう。ここの方が一番釣れんじゃない？あ、請求書来たよ。How much is this? 上がってるな。微妙に上がってる。これトイレ改造したからじゃないかな。違う？ここ来て。そんな気がするんですけど。おー、はい、スカイ君の年齢が上がりました。まあ、落ち込まないでくれてるようなんでよかったね。幸せのまんまです。誰にも祝われなくてどうのこうのブーブーってならなかったんで。あ、ドラッグね。こうして、行こうかな。で、魚はまあ売りましょう。オッケーね。どうなってんのこれ。ちっちゃいね。で、水あげたりできんの？食べる。植える。植えてみましょう。植物もね、育てます。あ、こうやってやるのか。なるほど。終わりかな？いや、もう何でも好きじゃん。ちょっと一回やっただけで何でも好きじゃん。水をあげる。ここで海水だけど大丈夫なのかな？ね。この辺にあるもの海水ですよ。何が育つか楽しみだな。まあ、一個ぐらいだったらね、私も、ちょっとちゃんと育ててみたいね。農業とかやった時はね、数が多すぎて、ちょっとうまくできなかったので、まあ、それもね、ちゃんといつか、きちっと向き合ってみたいなとは思ってるんだけど。農業系もね。今回は釣りということで。そして、請求書です。水道。あ、土地代がちょっと上がってんのかな？なんだっけ。ナンパ船をね、いじってて思ったのが、物が多いと、高い。のでは？っていうこと。使ってよ、ちゃんとトイレ。多分ね、物を置けば置くだけ、例えば今回船所有したじゃないですか。だから、多分、ちょっと土地代が上がったんじゃないかなって、想像してるのよね。なんかそういうの関係しそう。その何を置くかなんてね、個人の勝手なのに、置いたもので値段が変わるのもなんかね、微妙な気がしますけれども。まあ、そういうシステムっぽいね。財産が増えるっていう意味になるのかもしれませんが、もしかしたらね。よし。では、起きたら釣りをしていただいて、水集めて、水を調べて、また釣りだね。釣りをしてもらいまして、植物もね、育てつつ、ちょっとワンちゃんをね、また引き取りに行きたいなと思います。では、そうね、ワンちゃんを引き取るところまで飛んじゃいましょうか。もうちょっとね、もうちょっとだけちょっとお金を貯めたいかなと思います。いくらかかるかちょっとわからないんだけど、もう土地に手が届くぐらいの状態でありたいので、用心深く行きたいと思うので あんまりね、使いすぎちゃったぜってならないようにしたいし、で、軽食を食べておいて、まあ、これもお金かかってないと思うので、とにかくもう釣って、釣りまくり人生ですから、なかなかちょっと罠もね、見られないんですけど、まあ、船は、買ったのはいいけど、結局ここが一番釣れてる気がするからな。もうワンちゃんと一緒にね、海とか行けたら、心臓とか書いたんだけど、これなんか集めるとなんかあったりするのかな？例えばゾンビ作れるとか。
ね、その誰かの、なんか体の一部がすごい取れてるのよ。で、カメラの横に、これ置いときましょうかね。どうせ電気使えないけど。ただこういうことをする、置いたりなんだりすることで、家の価値が上がって、土地代が上がっていくんであれば、カメラも、電子パッドも、ね、売っちゃいたいよね。うん。それのせいでね、高くなってるのはちょっと嫌だけど。22,313 円になりましたね。話します。いいね。24,000 円まで。あと2,000円ぐらいまで集めちゃえば、もう引っ越せるので。いけんじゃん、これ。来たよ、人形、ついに。ヘイ!おー、23,000 円になりました。一気にガガガと上がりましたので、じゃあ、今の元手を使って、ちょっとワンちゃんをね、一人に行きましょうかね。まず仲良くならなきゃいけない。あ、壊れてる。冷蔵庫が壊れてます。修理しましょう。何が起こったんだ?水は特になかったけどね。入れ替えましょうっていう文字はね、100% っていうのが続いてた時点で壊れてたのかな?で、部品。これで多分また、あの部品、なんか、アップデートの、あれが出るんじゃないの?すごいね、何でも直せるって。100% だな。大丈夫か、この冷蔵庫。ちょっと不安なんだけど。では、状態整ったらば、ワンちゃんのところに行って、仲良くなって、引き取って、戻ってこようかな。うん、ちょっと仲良くなるのに時間かかるのでね。そこまではやっちゃおうかなと、思いますね。